どうもファニーチャンネルファニーです。今回もドラクエイレブンを実況していきたいと思います。では前回デルカダール王の追手が来たので、まずみんなのところに戻るというところから始まっております。一旦戻りましょう。みんなのところに戻って仲間を集めて、それで戦いに行くんだ。僕は勇者の鏡、勇者の鏡、俺は勇者の鏡。でも一人じゃ戦うの怖いから、みんな手伝ってくれよということで戻りましょう。え、嘘だろ、ハサミ打ちかよ。祭壇から逃げた連中はいたか。いや見つからん、悪魔の子は。ダメだ、どこにも見当たらん。クソ、逃げ足の速い連中だ。あ、悪魔の子。ああ、お前が言ったのね。みんな、ここに悪魔の子がいるぞ。逃げろ逃げろ。うわー、ハサミ打ちやないのこれ。仲間の女がいるぞ、どうする。グレイク将軍からは悪魔の子を捕らえようとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。かまん、あいつも悪魔の子の仲間だ。こんなところで終わるわけにはいかない。かわせかわせ。おかっこいいね、強っ。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かないと。あ、逃げてる逃げてる。あなたを呼びに行ったよね。ファニー、急いで山を降りてみんなと合流しましょう。山を降りなきゃいけないね。みんなどこにいんの。なんか、ムービーがすごい、ムービーがすごい多い。馬がすごいジャンプするの。グレイグ強そうだね。グレイグもそこまでだ。悪魔の子よ、デルカダールの将グレイグ剣水山。グレイグどうしようかな。デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、グロットの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げ延びたものだな。逃げ延びたものだな。いや、声はね、普通かな、やっぱりグレイグは。悪魔の子は私が相手をする。その女はお前たちに任せた。行くぞ。あ、強いのか。おどうした、貴様の実力はそんなものか。崖じゃないのそれは。おーおー、やばいやばいやばい。もう逃げ場はない、ここまでだな。悪魔の子よ、手のあざが俺を助けてくれるんだろ、どうせ。またあの時みたいに。やめなさいグレイグ。なんだと。幼き頃の。まさかマルティナ姫なのか。え、石がダメ、絶対に。え、どういうこと。てい姫様。おお、すごいスピードで。あの時話したから、今度は出さない。いい子じゃないか。こんなね、女の子いたらいいよね。いや、俺にはいないから。
みんなもいるかな、こんな命をかけてまで守ってくれるような女の子。そういう人いたらいいよね。うん、あら、どこにいるのこれ。マルティナさんと、え、ベッドで寝てる。急展開。窓の外に誰かいる？いないね。あ、窓の外に、あ、敵がいる。あら、誰？マルティナさん、めっちゃ強いじゃんこの子。よかった気がついたのね、ファニー。見かけによらずすげえ優しい子なんだね。きつめの女の人かと思ったら。外はまだ雨よ、服も濡れているし暖を取りましょう。めっちゃ優しい子なんじゃ。もう、マルティナさんルートあるよこれ。もしかして、君は助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うため、エレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダール王の娘なの。王様の娘なのね。16年前君を抱いたエレノア様に連れられ、私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められ、エレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり幼くひりひりだった私は逃げる途中で川に落ち、君を手放してしまった。あのあと老様に助け出されたのが私ではなく、せめて君であったならと何度も思ったわ。君とはぐれた後、私は老様と共に故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様はお父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか真実を明らかにするため、私とロー様は旅に出たの。そういうことか。でもまさかグレイが来るとは。もしももう一度襲われたら、次は逃げ切れるかどうか。ここはどこなんだい、この部屋の場所は。この山小屋はどこにあるんだい。外が明るくなった。夜が明けた。雨が上がったようね。とりあえずユグノア城に戻りましょう。いや、とにかくね、このね、出てくる女の子はね、みんな可愛い。ドラクエ11の女の子はみんな可愛い。男は、おーい、マルティナちゃん、よっしゃ。ここどこよ。あー、そこね。そっちに流されてきたわけよ。わけよ、こっちに来たわけよ。そういうわけよ。戻るの、ユグノア城へ。大変だね、戻るの。戻りましょう、戻りましょう。あら、なんかムービーですかこれは。ん、あ、これは馬はグレイグ、角が生えてるってこと。ユニコーンじゃないこの馬。なんかそういう兜。やはりな、あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。
しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても主命を邪魔なさるなら切らねばなりません。グレイグ将軍、あんたたちはわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら戦うしかない。テイヤおう、うまうま、おー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 おお、すごいな、チャップ力。驚きました。長田がのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫でおら現れたが、相当な修羅場をくぐり抜けたようでした。ふざけないで、戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。めっちゃ翻弄してるやん。弱っ。姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子天番。それで私の剣を裁けると思いか。ああ、グレイグ、姫様、今なら馬乗っちゃったよ。ファに乗って。マジか、馬を奪ってくの。振り落とされないように気をつけて。馬そんなにあれなの、簡単に人を乗せちゃうんだ、他人を。マルティナ姫、あなたは一体。心中複雑って感じだね。あ、戻ってきた。あ、いるじゃん、横に整列して。 2,4,5 人、5人横に並んで。あ、横に並んでたんじゃないよね、そういう風に話してたわけよ。あ、見て、無事じゃったか、二人とも。王様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。王手はやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた鬼人によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガウルノーガわしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍しつける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。ウルノーガ、良いかファニーよ、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは無事にして強大、闇の力をまとった恐ろしいやつじゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、ハニー様を連れ命の大樹に行かなくては。お、虹色の枝じゃん。ファニーよ、この枝を持って。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。やっともらえた虹色の枝。
どうだ、何か見えないか、ファニー。しかし、何も見えなかった。全然見えねえ。何も見えないって、その間偽物。まさか、あの情報屋にガセネタ捕まらされたってこと。ここまで引っ張っといて、ありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の退治への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ、ファニーよ。仲間になった、ついにロートマルテナが仲間に加わった。力心強い。ということで、この辺でじゃあ今回は終わりにしようかな。マルティナとローが仲間になったところで、いやこれはもう次どうすればいいのか分かんなくなっちゃいましたね。逆に世界を冒険して命を退治への生き方を見つけよう、冒険をしなきゃいけないということですね。こう世の中ので世界の世界命の退治への生き方を次回はどうにかして見つけて、命の退治は行かなきゃいけないから、僕頑張っていきたいと思います。では今回ご視聴ありがとうございました。また次回までね、もしよければ楽しみに待っていただければと思いますので、今回ですね、ファニーチャンネルは本来ファニーとピースでやってるんですけれども、ファニーだけの今回実況となっております。ドラッグイレブンはファニー一人です。でピースの方はアンダーテールを実況しておりますので、もしよければそちらも見ていただければと思います。で2人でやってるのはマイクラをやっておりますので、マイクラの動画ももしよければ見ていただければと思いますの で最後によければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回まで。ほほほ、バイバイ。